皆さんこんにちは。私は中区町の先生に登録しております黄色い霊の福田博一と申します。今日はですね、いわゆる初心者の皆さんにウクレレの基本の木をミニ講座したいと思います。それでは最初にね、ウクレレにはいろんな種類があって、まずウクレレの種類からいきます。このウクレレの種類というのは大きく分けて4種類あります。小さい方からソプラノ、次がコンサート、テナー、バリトン、こういうバリトンというのはほとんど使いませんけども、初心者の方はね、このソプラノかコンサート、まあ、いずれかでスタートした方がいいかなと思います。次にね、ウクレレの持ち方です。初心者の方はストラップをつけて始めた方がいいと思います。次にウクレレの構え方、だいたいこう平行、あるいは少しこうこちらの左側を上げた方がね、こんな感じですね。でこういうふうに構えて、で腕は肘をここでちょっとこう押さえて、手はこういうふうに動くようにね、でこれ離さない、ここにくっつけておくと。でこのままじゃうまく弾けないんで、手首をちょっとこう曲げます。手首を曲げることによって指が直角に当たるようになりますから、こういう感じで構えていきます。ウクレレを弾く前にチューニングというのが必要なんです。これここにね、チューナーといって、ウクレレ専用のチューナーが、いや機械、音を合わせるね器具がありますから、これを使ってチューニングします。でウクレレは弦が4本、一番上から4弦、4弦はこれで一番上のこの4に合うように、でそこでチューニングします。これが G3 弦、これは C、ね、ソ、ド、2弦が E2 で1弦 A、ラ、ソ、ド、ミ、ラ、ソ、ド、ミ、ラ、ハナ、コ、サン、ハナ、コ、サン、こういう形になっているのが音が合っているということです。で次にストロークをね、ウクレレの基本はこのストロークです。ストロークをきっちりやるようにならないとなかなかうまく上達しないので、ストロークのやり方はまずで簡単なコードを使ってストロークをします。でコードはね、最初に3つだけ覚えてください。 C というコードと F G7。 C は1弦の3フレットね、ここ3番目、これを押さえるだけ、これが C のコード。 F、 これは1フレット、2弦の1フレット、4弦の2フレット、これをこういうふうに2本の指で押さえて F、 これが F。もう一つ G7 は、これは人差し指はそのまま、中指は上から2番目、3弦の2フレット、薬指は1弦の2フレット、こういう三角形ね、これが G7。 初心者の人は C と F と G7、 まずこれを覚える。でこのコード3つでいいです。覚えてもらって、でそれをちゃんとストロークできるように。では次にストロークをやってみます。ストロークはね、ダウンストロークとアップストロークがありますけども、最初は C でダウンだけやってみます。ダウンストロークの場合は、まあ、主に、4ビートの場合が多いですね。1拍に4回だけ、これで4ビート1、2、3、したがってダウンだけ。次これを同じコードで8ビート、8回、これが8ビート。大体この4ビートと8ビートを覚えれば C、F、G7 を使ってね、まあ1曲弾けるようになる。大体ウクレレを本当に初めてスタートして、まあ、2時間あれば1曲弾けるようになります。で我々のクラスでもそういうことをやってますけども、まあまず8ビートね、いきます。
使って最初2時間やれば大体これぐらいの曲は弾けるようになります。まあ半年もすればね、同じ CFG7 で。難しいカッティング の音を止めるカッティングのやり方も覚えられます。まあそんなことで、興味を持っておられる方はぜひウクレレに取り組んでみてください。今日の講習はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。